あ、すみません。こんにちは。パパにご用ですか？今はパパもママもいませんけど、伝言があれば私が受けたまわります。情報収集をするですが、私が一人で歩いていると透けてしまうので。え？いえ、お構いなく。大丈夫です。わたって待機時間なんてあってないようなものですから。良い場所だと思います。ある意味では GGO の城とも言うべき施設ですから。私は。いや、銃を探しかい？いいやつやだよ。ちょっと片落ちするが、その分安いぜ。さあこいつだ。どうだい、安いだろう。もちろん動作もバッチリだよ。ちょっと待ってください。その銃は弾丸の方がややレアで高価だったはずです。ある程度クレジットがかかっても必需品が十分に流通している製品の方が良いのではないでしょうか。おっと、お嬢ちゃんプロだね。おじさん可愛いアバターに騙されちゃったよ。ごめんよ、お二人さん。またな。行ってしまいましたね。可愛いって言われちゃいました。どういたしまして。私がお役に立てたなら嬉しいです。気にしないでください。もともと皆さんのサポートをするのが私の役目ですから。あ、でも一つ質問してもいいですか？反抗期というものがあると聞きました。大切な成長過程の一つだと。私もパパとママに反抗した方が良いのでしょうか？そうですか。ではもう少し様子を見ることに。そろそろ行きましょうか。他にも行きたいところたくさんあるんです。ああ、今日は行きました。ありがとうございます。あなたと一緒に私はずっと楽しい気持ちでいられます。ママと一緒にいる時と似ますけど、ちょっと違って、まるでストレアといる時みたいに。あ、ストレアはこの後から生まれた AI の妹です。とは私の。はい、鬼ね。今日たくさん一緒にいてくれてありがとうございました、お兄ちゃん。初めてのことがまた増えちゃいました。今日はもう遅くなっちゃいましたけど、また明日お会いしましょうね。
おう、いらっしゃい。鑑定かい？ん？いや。よう、元気そうじゃねえか。これはいいタイミングなのか。さあな。いやな、俺たちはエギルが見せたいものがあるっていうから来たんだけどよ。何しろエギルだもんな。悪い話じゃないんだろうけど、財布に厳しいことも多いからな。おいおい、ご挨拶だな。俺は顧客に損をさせるような不義理はしないぞ。なるべくはってことだろ。悲しいことだが、商売に絶対はねえからな。まあちょうどいい、三人ともこっちに来てくれ。お得意さんに耳寄り情報をプレゼントだ。さーてお立ち会い、こちらに取り出しましたるは新商品、その名もチャンピオン。防具としての性能もだら、訓練された外見はど、くし、スパイクとショルダーアーマー、縦髪もレジ、ホーンドヘッ、レアリティも高ラン、こいつを装備すれば一躍時の人は違いなしってもんや。ああ。おう。どうだ、欲しくなっただろ。え？お？こってやってもいいんだが、何しろレアものだから相場ってやつが当てにならねえ。データ面から一応の値付けはできるが、どうせな、付加価値ってやつをつけたいな。うん、まあ使い心地とかのレビューがあるといいんじゃないかな。うん、そうだな。ああ、あとはあれだ、似合うやつに着こなしてもらうってのだな。やっぱよ、かっこよく装備されてるものは欲しいじゃねえか。ほう、なるほど、悪くない、採用だ。ちょうど今4着あるしな、みんなでこいつを装備して狩りに行こう。お前らみたいな有名人が来ていれば評判も上がるってもんだ。もちろん手間賃は出す。どうだ、頼めるか。これも乗りかかった船か。レベリングにもなるしな。三人とも助かるぜ。行き先は荒野エリアで決めだな。ひゃーりゃへいへやっせや。え、ギルのやつすごい企画だな。斧を振り回してるのと勘違いしてるな。銃だぜ銃。さあさあ、張り切っていこうぜ。せっかく来たから、たっぷり宣伝しないとね。ああ、そうだな。てえ、キリトよ、
お前は一応ケンダル様になってるよな。この格好でちまちま照準器を覗く俺の悲しみが分かって。クライン、お前ももっと声出せ。わかったよ。おら、どけどけ、クライン様のお通りだぜ。せい、ふっ、へっ、レアドロップでも落としやがれ。そう、君も、うん、よし、いいぞ、行くぜ、エネミーども。なあエギル、結局あのアーマーどうなったんだ。うん、どうやらマニアの目に止まったらしくてな、結構な値がついているぞ。ちゃんと儲けたんだな、さすがじゃねえか。これもお前たちのおかげだ、感謝してる、ありがとうな。ああ、俺たちが役に立ったのならよかったよ。おうよ、こういうのは俺だからな。そうだな、何かあったら今度は俺を頼ってくれ。とは言っても口礼を済ますってわけにもいいな。なんだ、分け前でもくれるのか。マジで、俺欲しいレアアイテムあるんだ。まあ直接クレジットってわけじゃねえが、レイチャンピオンな。お前たちなら特別に仕入れ値で売ってやるぜ。いや、俺たちじゃ販路がないから売るのは難しいぞ。切ればいいじゃないか。なんだと？あれ着て町に出れば注目の的だからな。いや、俺はいいよ、今の服に愛着あるし。そうか？ならクラインはどうだ？いや、俺もちょっと。あれ着てれば新しい出会いがあるかもしれない。いや、意識欲しくなったら言ってくれよ、注文はいつでも受け付けるからな。もっとも気に在庫がはけちまうかもしれんがな。はい、こんにちは。君もログインしてたんだ。僕もさっきログインしたとこ。いいよね、ジリオ、できることがたくさん。実はね、今日は新しいことにチャレンジしてみようと思ってて。そうだ、せっかく会ったんだし一緒にやらない？二人でやれば楽しさも2倍だよ、きっと。ああ、そっか、ごめん、まだ何も言ってないもんね。
GGO っていろいろと乗り物があるでしょ。そういうのに興味が湧いてさ。それでバイクに乗ってみたいなって。ちゃんと運転するのはすごく難しいらしいんだけど、何でもやってみないとね。うん、決まり。それじゃあ出発。バイク借りてきたよ。はい、君の分。こっちは僕が乗るね。よっと、これがクラッチ、こっちがギアで、アクセルが、うわあ、危ない危ない。倒れちゃった。でも難しいのは分かっていたことだしね。見てて、ちゃんと乗りこなしてみせるから。あ、そうだ、そういえばさ、君はバイク乗れるの？そうなんだ、すごいね。どうして乗れるかでもいいかな。そっか、これってあれかな、非歴史ありみたいな。見直したって変だけど、尊敬するよ。さーて、僕もどんどん練習して走らないと。また転んじゃった。これで10回目。ちょっとずつ感覚つかめている気がするんだけど、やっぱり難しい。でも僕、こうやって挑戦できることがすっごく嬉しいんだ。 GGO みたいなゲームをしてなか、マニュアルオートバイの練習なんてできなかったと思うしね。ここの練習場にいるプレイヤーはフィールドでうまく運転できるにって来てるんだろうけど、僕はとにかくバイクで走ってみたかったんだよね。みんなでツーリングしたり、高速を飛ばしたり、夜中にフラッと海まで走らせたり、本当はそういうこともしてみたいんだけど、まずはこのバイクを乗りこなさないとね。よーし、やるぞ。HP は減ってないけど、さすがにくたびれてきたよ。少しドリンク持ってきたから分けてあげるね。ちょっとゆっくりしようよ。さっきHP は減ってないって言ったけどさ、いくら転んでも怪我一つしないのはちょっと物足りないかな。ああ、別に痛い思いをしたいわけじゃないよ。そうじゃなくて、体験の厚さっていうか濃さっていうか、とにかく全部感じたいなってこと。アルバイトしてお金を貯めて、時間を作って教習所に通って、厳しい教官に怒られたりしながら運転を覚えてみたいにさ。うん、すごく慕ってるけど、しばらくはちいかな。実は僕、リアルではいるんだよね。無菌室から出るのはでさ。もうだから、多分だいぶったらかなーり長い方じゃないかな。ああ、誤解しない。今にも死にそうって言うんじゃないよ。ちょっと前までは3ヶ月なんて診断されてた。最近は安定してるんだから、
それでやっぱり気持ちが少し違ってきた。みんながいっぱい励ましてくれたからかな。なんていうか、もういろいろ痛くなって。今回もそうだよ。だってほら、その改めて言うと恥ずかしいけど、バイクで青春とか憧れない？え？それってタンデムでってことだよね。いいね、そういうのも楽しそう。ぜひお願い。すごいな。思ったよりずっとドキドキするよ。スピードも振動もさっきとそんなに変わらないのに。こう連れて行かれちゃうっていう感覚が新鮮。ずっといいなって思ってたんだよね。みんなでツーリングとか旅行とか、予算を立てて予定合わせてワイワイ言いながら計画してさ。日の夜はワクワクしてうまく眠れなくて、この時間にちょっとすりながらおはようって。もしお弁当か、どこかのお店かな。目的だろう、海とか遊園地とか。案外走るだけが。こうやって君の背慣れてるとさ、そういうことの実現にちょっと近づいてる気がするんだ。だって今僕はこうやって風を感じてるんだからね。そりゃ今はまだ楽だけど、そのうちリアルでも同じができるよね。そうだね。バイクもちゃんと練習しておくからね。もうびっくりするくらい上手くなってみせるから。華麗なテクニックでビュンビュン走っちゃう。でも今はこの時間が大切かな。僕を遠くへ連れてってなんてね。今日はありがとう。すっごく楽しかったよ。それに君の特技もわかったし、今度はリアルでツーリングできるといいな。それじゃあまたね。どうしたの急に。いきなりそんなこと言われると照れるよ。そうすることないわよ。さっきの会ですごい活躍だったじゃない。グレハの言う通り、さっきすごくかっこよかった。ねえ、どうやったらあんなに強くなれる。何か秘密の特訓者。武器の強さの秘密、それはオイラになるな。ぜひ聞かせてくれ。そう言われてもな、武個人のことだから参考になるかはわからない。でも構わないわ、忘れるならとっても嬉しい。まあそこまで言うなら、と言っても経験をいっぱい積んだかとしか言えないんだけどね。経験？勇気ってジジそこまで長くやってないわ。ジジオはね。だけど他のゲームはいっぱいやってきたからさ。 VR 空間の動き方とか敵の動きへの反応の仕方とか、そういうのはどんなゲームでも共通するところなんだよ。
ほど。やっぱり続けて練習して上手くなってくしかないか。そうだね、地道な努力が一番だよ。勇気の場合はそれだけじゃない気もするけどな。え？アルゴ、それどういうこと？やっぱり勇気には何か秘密があるの？知りたいか？もちろん！いいのか？この情報は根が張るぞ。なんせとっておきのネタだからな。言いたいところだけれど、これはあくまでオイラ個人の考えだ。情報ですらないから金は取らないよ。あら、珍しいわね。でも助かるわ。それで勇気の強さの秘密っていうのは？センスかな。時々いるんだ、他の人たちとは明らかに違うやつらっていうのがさ。明らかに違う？ああ、勇気もそうだし、キーボーとか、あーちゃんとか、あとは、君とかさ。もちろんマスターはすっごく強いんだから。ははっ、才能かはともかく、とてもニュービーとはおめちょっぷりには驚かされるな。世の中にはすごい奴らがいるもんだ。どうしたんだ？それじゃあセンスの念は強くなれ言うの？そんなことよ、オイラたちみたいな凡人のためにあるのが情報さ。敵己を知れば百戦あらずって言うだろ。情報さえあればどんな脅威も勝つことができる、オイラは思うけどな。なんだ、あの営業トークか。いやいや、嘘偽りない本心だぞ。でも勝つため情報収集はすでにもうやってるしな。あ、じゃあさ、一気に強くなれるようなすごい特訓の情報とか売ってない？そういうネタは売ってないな。勇気の言ってた通り、地道な練習が一番だ。そっか、ま、そんなうまい話は転がってないわよね。クレハは強くなりたいんだね。うん、強くなりたいよ。クレハも十分強いと思うけどな。ほとんどトッププレイヤーみたいなもんじゃないか。クレハはすごく強い。ありがとう。でもこの程度じゃまだダメなの。もっともっと強くならないと、誰にも負けないくらい。クレハの気持ちはちょっとわかるよ。僕も誰よりも強くなりたい。強くなって僕はこの世界にいるんだって証を残したい。勇気もそんなこと考えるんだ、あんなに強いのに。今の強さは関係ないよ。むしろもっと強くなりたい、そう思うよ。強くなりたいってのは同じだぞ。はいはい、私も。みんな強くなったら意味ないじゃん。でもちょっとだけ、みんな強くなるためにいろいろ出るんだね。それじゃあ早速次のクエストを受けに行くわよ。いっぱい戦ってもっと強くなるんだから。どこにあるの？ここにもないか。だけど何としても見つけないと。こんにちは。
そうだ、ちょっと聞いていいかな。この町で服を売ってるところ知らない？ううん、通信機で使うやつじゃなくてボーカルマイク、ほら歌手の人が持つようなの。わかんないか。まあそうだよね。困ったな。いいの？一緒に探してくれたらすごく嬉しいよ。それじゃ行きましょう。ここにはあるかな。ジャンクもいろいろ置いてるみたいだし、もしかするかもだよね。今度こそ見つかるといいんだけど。うん、実はね、 GGO の中でライブがしたいんだ。実は私リアでも歌ってるんだよ。まだまだ修行中の身だけどね。でもすっごく頑張ってるんだよ。 VRMMO も今は息抜き程度かな。やめられないって言い方もできるけど。それで GGO にログインしてきた時に思ったの。こういう荒れ果てた世界で歌うの面白そうだなって。準備に走り回ってね。衣装も用意して、小さいステージも借りられるようにして、あとはマイクだけというところまで来たのよ。この店にあるヘッドセット、スロートマイクに、これは昔いば？確かにはレアだけど違うな。もう用品ばっかりね。あってはいたけれど。ごきげんよう。あら、プレミアちゃん、こんにちは。どう？ GGO は食べる？はい、とても興味深いです。そっ、よかった。きっとセブンも喜ぶ。セブンのためになれば嬉し、つまりもっと楽しみたいです。お願いね。ああ、セっていうのは私の妹ね。MIT を首席で卒業した天才で、今は VRMMO の開発をしているの。あ、MIT 卒業って言っても飛び級だからね。セブンはまだローティン。そこがまたすごいよね。あ、えひひ。ところで二人は何をしていたのですか？ちょっと探し物を。そうだ、プレミア、マイク見てない？こうステージで持つようなやつ。はい、見ました。そっか、やっぱりね。向こうの路地で楽器を奏でていた人がそのようなアイテムを使っていました。そうか、同業者。盲点だったわ。さすがプレミアちゃんね。リゾッチがロイ運があるって言ったけど本当みたい。私の散歩が役に立ったのですか？立った、すごく立ったよ。じゃあ私今から入手方法を教わりに行ってくるね。ライブの予定が決まったら連絡するから、二人とも来てくれると嬉しいな。じゃあまたね。今日はありがとう。わ、来てくれたんだね。向こうにお客さんがたくさん集まった。
最初は軽い気持ちで、スポットライトを浴びてたら楽しいだろうな。でもずっと続けていくうち、歌とステージが夢になったの。私、みんなに届けて、たくさんの心を震わせたい。みんなに熱くなってほしい。だから今日は本当の本気で歌うよ。仮想の声でも仮想の耳の心と心はから見ててね。私頑張るから。どうしたの？お邪魔しまーす。はぁ、やっぱり GGO はいろいろと勝手が違うよね。私これまで近接バトルが中心の VRMMO を遊んできたから、なかなか銃撃戦にはなれなくて。でもこういう時こそ日々の睡眠が大事だよね。しっかり寝て次の日に備えなきゃね。それじゃあ、おやすみ。え、すぐに寝られない？そっか。実は、私も寝られないことはよ。あはは、小心者、気になることがある。よくそうなっちゃうの。でも、そういう時には、よく歌を歌うんだ。いい歌ってやつかな。お母さんに小さくよく歌ってもらった歌。この前妹のセブンにも歌って、なんとなく覚えてるって言ってた。え、聞きたい？あはは、ここで歌うのはちょっと恥ずかしい。でもそこまで言われたら歌わないはいかないよね、歌手志望としては。じゃあ歌うね。笑わないで聞いてね。えへ。嬉しいな。お邪魔しちゃっていいかな。ありがとう。え、今日も子守歌が聞きたいって？だからそんなに嬉しそうにしてたんだね。そっか、結構恥ずかしかったんだけど。上手だったし綺麗声だった？そう言ってくれてるのはもちろん嬉しいかな。ねえ、あの歌、多分あの時初めて聞いたんじゃない？お？実はあれ、ロシアの子守歌、昔と住んでたことがあってね。え？歌詞の意味を知りたい？それはやめた方が。え？知らないよ。ちゃんと知ってるって。でも、これってと怖い歌詞なんだよ。ちゃうと、眠れなくなるかも。海外の子って、いい怖い歌詞の歌が多みたいだね。走れる子供たちを怒らせて寝かせるために、そういう地になったって話もあるけど。さあさあ、だから早く寝ようよ。じゃないと、
怖い思いしたかもよ。そう嘘。